ホテルホテルホテルは石森章太郎の同名漫画を原作とし TBS によって制作された日本の実写映像化作品シリーズ主演は松方弘樹それまでを主にサスペンス系やアクションものを手掛けてきた近藤テルオプロダクションが制作コメディかつ漫画原作の実写化は初めてだった原作は東道勝ツを中心に ストーリーが展開するが、ドラマは東京プラトンに中途採用の新入ホテルマンとして赤川一平が入社するところから始まり、赤川を中心にストーリーが展開する。ドラマでは毎回豪華なゲスト出演者が宿泊者やホテルの関係者として出演し花を添えた。シリーズは基本一クール放送だが、1994年放送の 第3シリーズと1995年放送の第4シリーズはニクールで放送された。第1シリーズスペシャル第2シリーズスペシャル第3シリーズスペシャル第4シリーズスペシャル第5シリーズスペシャル制作協力投影第5シリーズ放送後にスキャンダルが発覚したことで松方が降板したため本来の主人公である東堂が登場しないなど設定が大幅に変更された。 そのため、赤川が正式な主人公となり、第4シリーズ冒頭で移動した持田が総主配人になっている。ストーリーは新しくオープンした東京ドームプラトンに赤川と立花が出向し、立花がコンシェルジュになるというもの。テレビドラマでのホテル、東京プラトンの設定。なお、これらの再放送では、主題歌部分は差し替えられず、放送当時のものがそのまま使用される。 すべてポニーキャニオンから発売されているが、キングレコードが原版権を持つ主題歌及び一部の BGM が原版権の存在しない別のインストゥルメンタルに差し替えられているほか、次回予告がカットされている。1994年と1995年に劇ともと島田加穂による主題歌挿入歌を収録したサウンドトラックがキングレコードより発売された。 メインで利用されたホテルはヒルトン東京オベーでありスペシャル96棟まで使用されたスペシャル92秋の交換研修先及び第5シリーズハワイ編ではカハラ・ヒルトンその後に放送された2000年代のスペシャル版では東京ドームプラトンとして東京ドームホテルがそれぞれ使われたそれ以外のホテルは研修先などの舞台として使用された柳沢は 関口博の東京フレンドパーク2に,に出演時の景品がカハラホテルの宿泊券だったため、このホテルを高評価している。また、社員食堂は東洋大学浅霞キャンパスにある図書館、地下学生食堂を使用した。ありがとうございます。